やってみて。全身。どうもこんばんは。こんばんは。ハイパー TV 始まりましたイエー。マイクロフォンナンバーワン、としまくの狂犬、あたいがつまりゆかり、AKAMC あたい。そしておいらがマイクロフォンナンバーツー、団地生まれ団地育ちゲットが生んだ女子ライマーチャンチャラです。笑い、我が世界にヤバいを発信する制御不能のクイーンオブステージ、ハイパーヨーヨーだ。はいはい、はい、今ちゃんに全身の力を入れるとすごくいいよって教えてもらってやっていました。はい、ぐーってやるとすごくいいです。脳が活性化するそうです。はい。というわけで、ハイパー TV 始まりました。よいしょー。よいしょー。前回は、スーパーササダンゴマシンさんがゲストで来てくださいました。ありがとうございました。心霊話がとっても怖かったです。怖かったです。はい。では今日も、早速、ゲストの方を、もうお呼びしますか？もう、お呼びしますか？ちょっと、じらしてみますか。いやー、まさか、この、ハイパヨ TV にね、いらしていただけるなんて、思ってもいなかったね。数年前の、阿佐ヶ谷でトークショーをやらせていただいたぶりでしょうか。あれは何年ぶりかな。2014年あたりだった気がいたします。時は経たね。はい、年号が好きなので。そうだね。はい、もう令和になってね。よかった、また来てもらいました。はい、皆さんからのあの質問で、このハイパー TV は進んでまいりますので、あのコメントの方よろしくお願いいたします。スーパーチャットをいただいた方は優先的にコメントを拾いそうです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、お本日のゲスト、お呼びしますか？そう、しましょう。本日のゲストは、髪の毛編集長、井上隆弘さんです。どうぞー。よいしょー。どうもー。ご無沙汰しております。ご無沙汰しておりますー。君ちゃん師匠、どうもー。井上隆弘さん、AKA、きびだんご師匠でーす。よいしょー。よいしょー。今日は、何してたんですか？今日は、なんか、ライジンって格闘技のイベントあるでしょ？はい。それの記者会見が、いるもあって。おまあ、先週インタビューして。はい。帰って、事務所戻って、寝て。はい。今起きて。今起きたんですか？今起きたんですか？ 8 時に起きてきた。10時ちょうどいい。ちょうどいい。ちょうどいいです。どうも皆さん、髪の毛編集長の井上編集長でーす。井上編集長に聞きたいことをどしどし募集しています。こちらにプロフィールもございますので、すごいかっこいいアーシャです。これはいつのキビちゃんですか？これはね、どこだっけな、フロリダ、オーランドかな。おー、オーランド。太鼓さんが撮ってくれたんだよ、ね。あー、太鼓さんが。そうそうそう。めっちゃアーシャかっこいいっす。太鼓さんって、あれね、写真のね、カメラマンの。この間、表参道のカフェで酔っ払っておしっこしちゃって、お店の中で、で、もう大問題になったんで。言っていいんですか？言っていいんですか、その話。本当に酔っ払って、漏らしちゃったんじゃなくて、酔っ払って、トイレ、店内をトイレだと間違えて、おしっこしちゃって。いやー、大丈夫かな、太鼓さん。最悪なんですよ。なんか、危ないことやってないですよね。やってないと思うな。飲酒だけですよね。ですよね。よかった。飲みすぎには注意しましょう。じゃあ、井上さんのプロフィール読み上げていいですか？はい、どうぞ。1972年1月21日、岡山県生まれ。合ってますか？合ってる、合ってる。合ってますか？プロレス格闘技を中心とした書籍、髪の毛の編集長。よいしょ。2006年に編集プロダクションペールワンズを設立。2006年わしら同期っすよ。本当？はい。デビュー年同じっす。だってもっとでしょ。ハイパーヨーヨーは2006年です。そうですか。はい。じゃあ来年15周年じゃないですか。本当に？はい。おめでとうございます。おめでとうございます。15周年。やばい。同い年じゃないですか。同期だ。同期です。嬉しい。同期に憧れてるんです。やったー。嬉しい。
なんか15周年セッションできたらいいですね。フィーチャリングだね。はい。いいね。いつもさ、ちょくちょく言うセッションとかそれ何だろう。セッション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 なんかできたらいいなって。はい、ね。セッションね。はい。そして、髪の毛の編集にかかっていらっしゃいます。そして、今年3月にカフェ、フォーリーシットが世田谷区、神馬にオープンしました。はい、よいしょー。おめでとうございます。神馬。プロレスラー、長州力さんからは、山本と呼ばれているそうなんですが、はい、どうしてですか？いやいや、もうただ単に名前、覚え間違いというか、はい、昨日もちょうど長州さんね、夜に会ってたんですけど、はい、キティちゃんの T シャツが。そうそうそう。長州力とキティちゃんのコラボ T シャツ。を着てて。まだ井上ってことは名乗ってないんですか？名乗ってないし、でも昨日ね、いつもと違うカメラマンさんが来て、はい、あ、井上さんどうしましょう、井上さんどうしましょうとか言うから、危ない。これ井上なんだけど、はい、井上って言うなって。バレちゃう。ここで井上って言うみたいな。危ない危ない。危ない危ない。あとで夜中に、今日はすみませんでしたってメール。山本さん今日はすみませんでしたって。いやいや、そんなもう次から気をつけてもらえたら。うん。うね。そうですよ、山本さん。あ、そうだ、髪の毛編集長と、わしらの、出会いは覚えてますか？覚えてるよ、夏の魔物。あ、ね、青森でね。あれは ?14 年の。14年ですか。そんな経つかー。いや、なんか、成田くん、はい。ね。はい。成田大地さんね。が、そのちょっと、あれ、なんで彼とも知り合ったんだろうな。お。あれ、その年に、井上さんもフェスに出てたんですよね、うん。で、もちろんね、出てなきゃ行ってない、青森まで行ってないと思うから、出てて。で、その前に、なんだっけな、ハイパーヨーヨー知ってますかって言われてて、お。あ、なんか聞いたことあるよって話をしてて、そこの、なんか、マネージャーが髪の毛大好きで、みたいな、はい。いつか紹介したいんですよ、みたいな。ことを言ってて、はい、あ、ぜひぜひって言った、その後の魔物で、本当にお会いしたんですよね。おー、そうです。道歩いてたら、髪の毛編集長がいるよって教えてもらったんですよ。鶴木さん。鶴木さん。そうそう、それで、うん、髪の毛編集長って言って、言ったんすよ。言ったんすよ、マジで。いやいやいや、で、なんかその、おぉみたいな、そう、なんかちょっとわざとらしいじゃないですか。まあ確かにそうっすね。ねああ、嘘かって。確かに、爆上がり、うん。盛るとかありますからね。そう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 。はいはいはい、俺、盛られるのすげえダメなの。うん。ね。はい。そう。で、もう今はちょっと人となり知ってるから、だいぶ大丈夫だけど。だいぶ。やっぱその一発目は、出会い頭は、はい。あれか、嘘か。ああ。でもあの時は盛ってないですよ。本当の気持ち。だって、髪の毛第1号が、河本ひろとさんが、表紙だったんですよ。ねはいはい、で、私、それ買ってて、髪の毛と知らずに買ってますから。あで、後に、髪の毛かって言って、なんだこの面白い。目に入らなかったの？入らなかった。ひろとしか見てなくて、ひろとだから買ったんですよ、きっかけは。そしたら、なんだこれ、音楽雑誌には知らないひろとが載ってるぞってなって、うん、髪の毛を知って、もうインプットされてたんですよ。そしたら、そのタイミングで髪の毛編集長が歩いてきた。ってなって。なった。で、多分私読んでるって言ったら、なんか嘘だと思われた気がして、嘘ですよねって私言われたのを覚えてます。なんか、で本当です。なんかそのアイドルって言っていいんですか？はい。そう、人たちなんかそういうとこあるじゃないですか。はいまあ、あいつらはそういうとこあります、うんうん。あいつらってそれはないですね。な、あいつらあるよな。あるある。なんかそういう、まあちょっとおべっかじゃないですけど、まあちょっと気を使っていただくのか、はい、そういう感じで来る人いるじゃないですか。います、います、うんうん。だからちょっとまあ、ああ、またその手のが来たなっていう。ええ、ええ。あいつらと同じにされたらな。あいつらって誰？でも本当なんですよ、井上さん。で、私たち3人組なんですけど、表に出てないピーちゃんという、はい、作詞作曲、もう全部担当のピーちゃんが、もう髪の毛台本で、そう。全部読んでたという。全部読んでた。だから本当なんです。それ、ね、それも嘘だと思ってますよ。おーひどい嘘だってたまにそれはひどい渡すと、おーありがとうございますって、うん、発売日から結構経ってんのに。その時はじゃあ、これ買ったからいらねえって言えばいいんですか？あ、持ってますとかね。へぇ、いや、大抵そうっすよ。なんかのね、誰々の紹介でこうあって、
あ、いつも買ってますみたいなこと言う人、あれこれ今月こそ、あ、いつかみたいな。でも何冊も欲しいんですよ。一回俺本当に、事務所去年、引っ越した時、引っ越し屋さんが、業者来てくれて、これで運んで、作業して30分ぐらいにした時に、その業者の一人が、すいません、ここ髪の毛の編集部っすかみたいな。バレちゃう。あ、そうそうそう。ですよねみたいな。まあ、バックナンバーとかいっぱい積んでたから。別の本とかしかないから、事務所に。そうっすよねみたいな。うわ、もう、創刊から読んでますよみたいな。おはようございます。つって、これ最新号です。またね、よかったら。つって、あ、いいっすかみたいな。で、その時が、去年のヒロトさんの号だった。はい。ライダース来た。はい。ね。黒いニット帽かぶって。わあ、やばいっすね今月も7度目の引退、物議を醸してる最中、やりましたねって言うから、7度目の引退に物議を醸してる。大仁田と間違えてて。ふざけんなと思って。ショックーすげえショックだなー俺はもう、だからもう信じてないですよ。そういう声を。そんな、じゃあ今度そんな井上さんに私たちの事務所に来ていただけると、髪の毛がずらーって並んでるんで、お見せしたいです。ピーちゃんが。嘘じゃないですよね。嘘じゃない。嘘じゃないです。あと質問いただいてるんですが、そも髪の毛って何ですかって、を言ってる方がいます。髪の毛って何ですかっていうのは、どういうことですか？無知ですみませんって。髪の毛がわからない方がいらっしゃるそうです。これ髪の毛です。うん、こちらのですね、毎月出してる本で。そうです。髪の毛っていうタイトルでございます。その髪の毛の編集長の井上さんです。いやね、ちょっと言ったかもしれない。今月から、前東方出版ってとこでずっと、もう8年近くになるんですよ。35号だから。すごい。で、今、原文社っていうところに、先月から、この号から変わって、はいはい、そこなんか締め切り1週間ぐらい前に、急遽。変更みたいな感じ、はい、ちょっと やばいみたいな、はい、でもなんか猪木さんのアポは取ってるし、はい、なんかちょっともう投資パンがちょっとギブアップですみたいな感じになって、はい、で参ったなと思って、でもまあなんかもうちょっと頭だいぶ劣化してきてるから、はい、なんかそのみんなで連絡するのも煩わしくって、はい、いろいろストップしてくださいっていうのも進めてたんですよ、はい、うん、そしたら別のその原文社さんが、はい、ちょっと会えませんかと。事情は聞いておりますと。おぉ、うちが出しませんみたいな。おぉ、よかったと思って。あちらから、そんなことあるんすね。やっぱ持ってますね。いや、で、明日かさまー、ください、ください。そうだ、スーパーチャットだよ。スーパーチャットだよ。スーパーチャットって、皆さんの心意気一つで、なんか。投げ銭なんか、できない。ナイスパです。ナイスパって何？いただくと、ナイスパって言うんです。それを今日やりたい。ちなみに、編集長、どうして髪の毛っていう名前にしたんですか？ですね、聞きたい。そうそう。もともと髪のプロレスっていうのがあって、まあ僕、大学時代からやってあった雑誌で、もうそれが大好きで僕。と吉田剛さんとかもそこの所属なんですよ。おー、そうですよね。昔からお友達ですか？お友達とかおこがましい。だって、本当に、まあ、吉田さんはもう、だからその編集部にいて、僕は大学生だったわけですから。で、同世代なんですけど、はい、でもすげえ面白いって、本当に、もう月1回の本当それが楽しみぐらいの、人生の、ぐらい面白い本で、で、後に、僕は初め週刊プロですよね。はい、アルバイトからこの業界に、潜り込むんですけど、はい、でそっから紙のプロレスを作ってた人たちが作った会社に入れてもらって、はい、ずっと清掃しながらで入ったものの T シャツとか作ってきたりしてたんですけど、それで紙プロとかなく、まあ、なんだっけな、紙のプロレスラジカルみたいな、はい、その次の段階でなんかあって、はい、でそれがなんか終わっちゃった時に、うん、これ、なんか、やりませんかっていう話が来て、で、まあ、ちょっと紙プロの紙をもらって、紙なんとかってネーミングを考えてて、まあ、新日本プロレスの道場が、世田谷区野毛ってとこにあるんですけど、はい、まあ、通称、紙の毛道場って言われる、
うん、で、髪の毛しようみたいな。おー、うん、このパーカーも。そうそう。髪の毛パーカー。髪の毛もう売ってませんかこれは。売ってないね。何年前、うん、これも2014年。6年前じゃないですか今、ホーリーシットで。うん、ホーリーシットもね、あれ僕の会社、うちでやってるわけじゃないけどね。友達の会社が運営してて、で、僕もこう協力して、はい、協力してっていうか、なんかいろいろコンセプト考えて、まあそこの運営は別の会社が。ほー、すげー。井上さんに聞きたいことがありました。うん、今も話を聞いてると、全部話がやってくるんですけれども。やってくるかのように喋ってません、俺が。すごい喋ってます。井上さんから行くことは言ってはいないんですか？例えば、私たちだったら受け身でダメだよって言われるんですよ。いや、俺も受け身ですよ。だから、今回も、で、あとお金に照れちゃう。ああ。もうそれが最大の弱点というか、なんか、心意気で受けちゃうって言ったらかっこいいですけど、うん。これ受けちゃダメでしょみたいな、あれとかもね、はい、やっちゃって。で、まあやっぱお金に照れるからこうね、何百万もこの回収できなかったりとか。それもなんかやっぱちょっとなんだよと思いつつも自分の責任もあるなと思いながら、俺ほんとバカだなみたいな、ああみたいなのもあるし、うん、あとでも受け身っていうのは、まあ逆に言うたらあんまりちょっと面白いこと考えらんない。ああ、確かに。あります、ねうん。発想力が足りません。うん。なんか。企画力。俺も、本当それがね、どんどんなくなってるっていうか。どんどん。売り込むネタがないです。へえ、昔は売り込んだんですか？なんか、はい、その30前後ぐらいの時は、うわ、こんなこと思いついたみたいな。うん。で、まだノートパソコンとか持ってなかった頃、なんかすげえわーって夜中書いて、で、まあ、次の日社長に見せて、これやばくないですかみたいな。おー、積極的。羨ましい。まあ、多分あの頃がピークです、俺の。おー、まあ、もう今はもうね、あんま言っちゃいないですけど、下り坂で。いや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 。何も記憶力ないですもん。あれ記憶力私もありません、記憶力。あの、先週食った餃子屋の名前もう覚えてないですよね。知りたいなー、うまかった。あ、私、あ、思い出せない。何だっけ？なんだ？先週食った餃子、エビス。エビスにあったね。エビス。あ、忘れちゃったね。だから私たちも忘れてしまった。この間だから笹田子さんがね、ゲストで、はいはい、で、俺は家で井上直弥のボクシング見てたんですよ。はい、で、なんかちょっと渡すものがあって、笹田子さんに。はい、で、あ、そしたらこのね、ライブやってると。はい、明日渋谷に迎え行く夜、つって10時ぐらいに行って、どこ行こうっていう。飯食おうって言って物渡して、で、あれなんか恵比寿に美味しい餃子あるって言ってたよね。ああ、そこ行きますみたいな感じでね、行って。で、後でこうね、ピーちゃんとも話して、はい、合流してね、はい、食ったんですけど、あの、わかんない。何でしたっけ恵比寿の。俺こんなうまい餃子食ったことない、ね、日本一だよ、ここはって。言ってましたよ。言った餃子屋の名前がもう。あれ何だっけ場所もわかんない。チョロリの近くです。そう、チョロリの近くのね、あのね、いいサイズ感の餃子なんですよね、いいそうそうちょうど。で、なんかね、で、笹団子さん、まあまあホストですよ。はい。ね、あの日のね、はい。で、あの、ちょっとしばし並んで入って、あの、焼き餃子。4人前。うん。水餃子4人前。全部ニンニク抜きって。なんか、あのね、ああ、やっぱこうなのかっていう、うん、で、笹団子は俺の知り合いの中でも一番のグルメ。うまいもんよく知ってる。そうなんだ。あ、ニンニク入れねえのが通なのか、と思って、はたまた、あ、女の子がいるから、もう腹からね、そういうの気にするだろうっていう、身だしなみというか、たしなみでこう、うんうん。ニンニク抜きでって言ってんのかなと思って、ね、食って、お、まあ、うまいけど、みたいな。ニンニクありのも食いたいな、って言ったらね、険しい顔をし始めて。で、え、ニンニクありのもいいですかみたいな。で、聞いたらね、ニンニク食うと腹壊すっていう。お腹に。サラダンゴがね、保身のためにそういう目、オーダーをしてたっていう。お腹が弱かった。お腹が弱い。だって、ジローラーメン食ったら、食う前より体重落ちるっつったら。下っちゃって体重落ちる。
うまかったな。やっぱりちなみに、笹団子さんとはどうやって出会ったんですか？笹団子さんはもともとプロレスラー、あのね、はい、まあ元はマッスル堺で、ずっと、まあ今もそうですけど、やってて、本当に、あれです。あの、ちょっと話つながりますけど、筋肉マニア2009っていうのを、やったんですよね。はい、TGC ホール、2009年、はい。どういうイベントですか？筋肉マンのその超人たちが、実際にリングで。めっちゃ楽しそう。楽しそう。のがあったんですよ、はい、でそれを、まあ、あのゆでたまご先生たちとやろうって盛り上が、はい、大いに盛り上がり、うん、でその時もマッスル酒井がマッスルっていうイベントをやってて、もうめっちゃ面白いと、で多分その構成とか、まあ、演出っていうのかなっていうのはちょっとマッスル酒井に頼んだ方がいいんじゃねえかみたいな、おそうで全然その時面識なかったんですけど、はい、人づてに連絡先聞いて電話してちょっとお会いできませんかみたいな。はい、で、会ったのが初めて。だから2009年がイベントだったんですけど、2008年ですかね。おー。2008年。そう。へー。で、会って、新宿で待ち合わせして会って、はい、あ、どうも、って。ガトーショコラ食いたくないですか？ガトーショコラの美味しい店があります。ガトーショコラ俺、あんまりそういうグルメとか知らない。あの、知り合いにいないっていうか、はいはい、まして男。ガトーショコラがうまいですね。どこだろう。で、俺も覚えてないんだけど。気になる。確かにうまかったっす。うん、だからそっからのご縁。で、後に数年経って引退して新潟に帰って。っていうだから創刊号でも新潟まで行って今どうしてんですかみたいなインタビューをしたんですけど、はい、へえ、うん、読みましたよ。すげえ、なるほどね。いただきました、はい、あ、ちなみに彼は天才ですよ。あ、天才、どのような、天才、どのようなところが天才ですか？どんなところが天才ですか？別に、なんか、美味しいものよく知ってるところが。グルメの天才。ちなみに、師匠はターダンさんですか？というご質問です。師匠はね、まあまあ、そう、師匠っていうか、まあ、恩人ですよね。恩人？やっぱ、週刊プロレスのアルバイト面接していただいて、まあ、僕を拾ってくれたっていうのがね、まあ、ちょっとその先の人生を。ターザンさんが拾ってくれたんですか？そう。なんで、まあ、恩人ですよね。おー。今でも仲良しですか？今またちょっと仲良くなった。しばらくもう死ねぐらい怒ってたんだけど。え、なんで？なんで何があったんですか？死ねるかなぐらい思ってた。何があったんですか？むかつくんですよ。師匠ですよ。師匠死ねなんて。で、なんか今最近またちょっと、ほがらかになった。っていうか、まあ、元気ないのかな、わかんないけど、すごく穏やかな人になって、元気なくなっちゃったの。付き合いやすくなったんですよ。もっとトゲトゲ。そう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 、なんかこのね、傍若無人なところが。やっぱみんな年を取ると元気がなくなるんですか？いや、元気はなくなるでしょう。もうしょうがないことですよ。あ、なんか笹団子さんも先週なんか言ってました。年取って落ち込まなくなったって言って。あ、確かに。え、落ち込みませんか？井上編集長は。これ良くも悪くもっすよね。落ち込まなくなったっていうのは。うんうん、だから今回そのお金どうしようかなみたいな。はい、なんか多分30代の頃だともっとどっぷりいってると思うんですよ。はい、夜も寝れないくらいどうすんだよ、これみたいな。うん、だからまあ、なんとかなんのかなみたいな感じ。まあちょっといろいろ経てね、うん、こうおっさんになっちゃったな。なんかでも、なんか死ねやしねえしな、みたいな。おぉ、あれ、落ち込まなくなりましたよね、あんまり。あと、なんか怒らなくなるって聞いたんですが。ああ、もうそれはだいぶ。なんか怒る体力がないみたいな。はい。だからあれも体力っすよね、多分。うん、その元気なのか。そう、穏やかになったとか、そういう偉そうなことじゃなくて、うん、年取ったっていう。イライラはしますか？たまーに。でも前ほどじゃないな。ストレス発散法持ってますか？ストレス発散法はストレスもそんなないからな。おー、ストレスフリー。ストレスフリーじゃないけど。ストレッチしてるって。そうそうそう。あ、そうだ。クレイジービーっていうね、山本キッドが作ったジムが、マゴメってとこにあって、そこでね、でもそんな行ってないかな、週1回ぐらい。週1行ってたらいいですね。ストレッチマシンってのがあって、
それを延々やつの。やっぱ大切ですよね。うん、ストレッチはいいな。ストレッチはね、いいと思いますよ。うん、ストレッチはいい。ストレッチはいいな。ストレッチはいいですよ。これだと思った。なんかその、あんまりもう運動とかしたくなくて疲れるから、はい、ストレッチ、うん。そう。ストレッチこれちょうどいいわ、と思って。わかりやすい。いいよ、ストレッチ。この山口さんは今どうしてますか？山口さんね。それで山口昇って読むんですけど。昇さん。山口昇さん。いや、消息不明っすね。すいません、山口昇さんが誰かわからないんですよ。神のプロレスっていう雑誌の編集長。神のプロレスを作った人です。まだ生きてますよ、ね。生きてますね。わかんないな。わかんない。なんか、生きてると言っていいのか。だって偉大な人なのかなみたいな思っちゃう。なんか、歴史上の人みたいな。そうそう。山口さんもね、はい、まあ、これは言わない方がいいな。そこは一つ。いや、やめた方がいいな。ここまで言うと俺もう超嫌なやつになっちゃうんで。いいじゃないですか。敵作ってきましょうよ。いや、敵は作らないよ。作りましょうよ。ダメか。サンシャインはまだ編集部にありますか？あれです。その、去年引っ越した時に、はい、超人のコスチューム全部あって、まあサンシャインなんかはどこにもしまえないから、でかすぎる。飾ってたんですよ。うん。でもちょっともうこれ、前より狭いところに越したので、島田先生に連絡して、ちょっと超人のあれがな、あ、マネージャーさんか、連絡して、ちょっとこれ、もう置けないんですけど、言ったら、じゃあうちでもらえますよって、今、ゆでたまこ先生の事務所に、おー、あるかな。そしたら、なんだっけな、その1ヶ月後か2ヶ月、なんかのテレビ番組で、あ、クッキー野生食べたのが、はい、なんか子供たちとなんかをしようみたいな。島田先生もいたのかな、はい、俺は見てはないですけど、ツイッターかなんか見たら、そしたらなんかそのサンシャインを切り刻んでなんか、新しいものを作るみたいな。ああ、よかった。そうで。それを切ってたんですか？そうそう、まあまあ、ちょっとでっかい大掛かりな工作じゃないけど、ああ、そういうふうに利用したんだな、っていう。でももったいない。あれもだから一回、あれですよ、その、まだハロウィンがここまで竜巻巻き起こる前ね、はい、あのサンシャインで、センター街練り歩いて後輩に入ってらせてあれびっくりしたあれすごかったね、あ、そう、あったよね、はい、そうだ、ライブやってた、はい、HMV の渋谷店でインスタライブやってたら、はい、俺びっくりした、サンシャインが見てた、そう、見てた、でかいサンシャインがこうやってお客さんのとこにいました。いや、あれほんとね、10階、センター街が割れたっていう、ね、すごいごった返すんだけど、サンシャインが来たらみんな道を開けて半端ねーみたいな、あいつすげーすもん、2メートルぐらいあるんじゃないですか、ね、であれ外国人もあの時からすげーいてね、はい、みんなパイレーツオブカリビアンの格好してたんだけどお前がで、あれすごいのが女の子たち行って、あれ着ぐるみガンガン抱きついてくるの。そうかも。ディズニーランドとかでも。あ、そうそうね。確かに。ね、抱きつくよ。あれ何、うん、やっぱ人形かわいいって感じじゃないですか。いや、で、あれもそもそも髪の毛の紙面で、強い男は本当にモテるのかみたいな。はい。検証をやったんですよね。うん、で、サンシャインをセンター街に放つっていう。そう、もう本当に激モテで。うわー、そうなんだ。はい。中身はやっぱ男ですもんね。男です、男です。でも、そのサンシャインってもウレタン出てきたでっかいやつだから、うん、抱きつかれてもなんかこの、やめろ、みたいな。全然近くないですよ。その当たってるとか、ね、女の子抱きつかれたとかじゃなくて、おぉ、バランスがみたいな。あれはでもすごい経験だったな。それでも渋谷すっごい人でした。うん。の覚えてる。なんか本当にみんなサンシャインの前だとこのプチってなるっていうか一瞬。サンシャインすげー。すげーなー。強い。顔役ってのはこういうことなんだなっていう。ちなみに、ゴーさんのブレイクについてどう思われますか？ありがとうございます。ゴーさんのブレイクってどういうこと？吉田ゴーさんのブレイクについて。いや、でもまあ。坂本さんが言ってます。するでしょうね、そりゃ。おー、やっぱり。だから、あれですよ。僕がね、その、大学出て、シュープロ1年弱行って、その、神プロのやった会社に合流した時に、うん、神プロの編集部遊び行っ
って、はい、あの、吉田さんがいて、うん、でその山口さんってのもいて、で、俺は本当に一読者としてゲラゲラ笑ってたから、うん、すげえ年配の人だと思ってたんですよ。吉田剛さんって。うんうん、で、スター入ったら若いし、うん、あれって吉田さんっておいくつですかみたいな。で、当時俺が 24?、はい、で、だから25みたいな。うわ、1個上かよってなって、だってその時だってすでにもう完成されてるわけでしょ。うん、吉田剛さんが。もうあんな感じですか。で、いや、で、今、ね、プロインタビュアーってことだけど、うん、もう全然やっぱ書き原稿とかすごくって。へそう。で、あ、ダメだと思って。あ、こんな人がいいんだみたいな。うんうん、っていうのはなりましたよ、それ。おー。ちょっとまあ、それなりのね、うん、素養と、はい、まあ、だってそれは吉田さんなりにね、うん、表に出さないけど、やっぱそれなりの努力というか、うん、されたと思うんですけど、うん、あ、だからそれ何もやってね、俺が。こんなとこ入ってきたらダメだこれやと。またまた。ほんとほんと。ほんとほんと。また。井上さん、こそれんとかしないんですか？こそれんなんかしないよね。だからそこがダメだよね。だから勉強してないって言いながらすごいしてる感じはないですか？うん、ない。うん。教養がないからな。教養？教養。教養がないよ。教養って何？教養難しい。難しい教養。食べ物ですかそれ。わからないね。教養難しいね。教養ってなんだろう。難しい。でも吉田さんぐらいじゃない？だから逆に言ったらね。うん、まあちょっとこのプロレス格闘技、まああの人はプロレス格闘技の人じゃないけど、うん、会話でわーってなったのは。あとは別に。他にブレイクした方いないんですか？いないですか？うん。いや、だから、あとはやっぱ、ゴキタさんじゃないですか？ああ。ゴキタとも、おぉ。が、僕がやっぱに、あん、おだ、やっぱ、ゴキタさんが29の時。で、僕が27の時に、まぁ、あ、ちょっと出会い。どこで出会ったんですか？ね、だからもう T シャツとか作ってたから、はい、その、あの、アントニオ猪木の T シャツ作れそうだ、みたいな、うん。ちょっと話があって、え、マジでもうそこゴールじゃん、みたいな感じになって。そうだったんだ。そうそうそう。確かにゴールっすそんな俺らがみたいな。っていうので、あの、本当にちょっと、これは本気でちゃんとやらなきゃってなって、うん、で、友達、洋服屋さんやってる友達に、こういう話が誰かいないかな。あ、これね、最近友達になった絵描きいるよ、みたいな感じで、うん、で、紹介するわ、みたいな。そういう人がトントン動いてくれて、はい、何時何時どこどこで会おうよ、みたいな感じで会ったら、ゴキタさん。おで、もうすごかったのがもう描いてきてたっていう。おー。猪木さんの絵をね。すごい。あーもうすごいっていう。はい。猪木ですね、これ、みたいな。すごい。感じ。で、でもあの時ね、やっぱり、ね、今考えると信じられないのが、うん、ゴキタさんがちゃんと自分の作品集をファイルで持ってて、はい、こういうものを作ってますっていう。すげー。あった。じゃあ逆に売り込みだったんですか？売り込みってこともないけど、まあ、そうやってちゃんと持ち歩いてたんだなっていう。すごい、見習わなくちゃ。今やどこまでビッグになってしまったんですか？もうね、口聞いてもらえるだけでありがたいぐらいの感じですよ、今や。だからその時ね、清志郎の、今川の清志郎のグルービンタイムっていうアルバム。はい。そのジャケットが、僕あれ清志郎が描いたと思ってた。それもゴキタさんと。おぉ、これ持ってますみたいな感じ。すげぇ。今日は違うか。これは誰が書いたんですか？これは誰だっけ？鈴木くんかな？鈴木くんってのがいて、鈴木くんは、まあ、あのね、まあ、いるんすよ。もう裏番長的なデザイナーが。へぇ、そうそう。あの、だから、ゴキタさん関連の紙物は全部その鈴木くんがやるっていう。ちょっと裏番長がいて。すげぇ。もう、近年はやってません？鈴木くんは。いやいや、もうバリバリ活躍中です。あ、そうなんですね。はい、すげえ。だから、うん、あれですね、俺出会いがいいですね。ほんとっすね。出会いだけはもう。ほんとっすね。やっぱり、いいなぁ。出会う。いいなぁ。ルイは友を呼ぶって本当なんですね。本当だね。呼ばない呼ばない。ああ、いいなビッグネームばっかり。いいなぁ。なんかコツはあるんですか？そういう人と出会う。いや、でも、よしあしですよ、これも。
あのね、その、そこで張り合ったやつの方がやっぱかっこいいんじゃないですか。俺はもうすぐ抱きつき行っちゃうんで。それがいい。それがいいですよ。成功してる。うん。あ、でもそうっすね。うんうん。あ、でも僕はもうすごくポジティブに捉えてますよ。その出会いの、はい、に関しては。うん。ハラタコ焼きくんは今ナタリーって質問が。ハラタコ焼きくんはいいか。個人情報だけどな。あの、ハラタコ焼きくんはナタリーに行ったの？ナタリーにいたの一瞬。一瞬。あの人本当にもうあの人もある意味あの。別の種類のサクセスなんですよ。え、どういうこと？もともと上流のプロレス編集部いて、うん、社会人経験がそこからスタートして、うん、で、まあ、会社をね、ほんと点々点々として、はい、スイスイどんどんでかい会社に移ってしまうっていう。おー。で、ここ近年は某アーティストさんの事務所にいて、うん、そこからまあ、ナタリー。で、今はまたちょっと芸能関係の事務所に入って。いらっしゃるんですかね。うん、ビアースターズさんだそうです。井上さん的に前世紀のヒクソンにこの人なら勝てたかもっていうプロレスラーって。急に僕がこんなぼんやり生きてる僕に。いますか？いや、あのね、違うんですよ。最近、またちょっとね、柔術の人たち、やってる人たち、もう本当にもう全員黒帯みたいな、うん、人たちとこう、遊ぶ機会が多くて。うん、何して遊ぶんですか？いやいや、その、まあ、本当に、まあちょっと本当飯食いながら、やっぱジャンプするから一番強いんじゃないかみたいな。もう、すげえちょっと喧嘩腰になる、みんな同世代なんだけど、ちょっとそれがまたすごく懐かしくて新鮮で楽しい。楽しい。で、そんなわけねえじゃんみたいな。こう、いやいや、ジャンボでしょみたいな。だからそのジャンボが充実をやってたら低そうに勝てるとか、話をしてんすけど、やっぱいろいろ多方面から話聞くと、やっぱヒクソン・グレイシーっていうのは別格。あれは本当に強かった。みたいです。じゃあそうか。だからね、日本で知られるとか、まあ、バリージャパってもあって、出てあと高田さんね、高田信子と2連戦やり、あと船木正勝プロレスラーとやったん。だからあの頃はもうすでに全盛期ではないから。なるほど。ヒクソン・グレイシーだけは、うん。本当に。だから結局ね、まあ、やっぱ格闘技なんで、はい、体重差云々はあるんで、うん、ね、例えばその、ヒョードルみたいなのだったら、勝てねえだろみたいなのもあるんですけど、うん、いや、でもヒクソンならみたいなのがやっぱあるらしいですよ。へ、うん、ヒクソンならやっちゃうんじゃねえかみたいな。へ、ちなみに、井上さんがプロレスを好きになったきっかけって覚えてます？覚えてます。すごく覚えてる。はい、こんな話していいんですか？お願いします。小学校4年の時に、うちはね、親父だけがプロレスを見てたんですよ。はい、で、他の家族は、太陽に吠えろ。なんかちっちゃいテレビと大きいテレビがあって、うん、親父がまあ、大きいテレビに優先権があって、で、プロレス。で、うちのね、やっぱね、母親とか、おばあちゃんもいたんですけど、うん、またプロレス見て、みたいな。お父さんが、ね。野蛮だ、みたいな。見てて。で、俺は太陽のホルロ見てたんですよ、ずっと、うん。お母さんと、おばあちゃんと。うん、で、ある日、本当に、あ、高いのちょっと怖いって、親父に言われて、うん、タイガーマスクが出とる。アニメのね、漫画の劇画の、で、アニメのタイガーマスクっていうキャラクターが、プロレスのリングで上がって試合してると。えってなって、そしたらもうすごくって動きが、で、そっからもう毎週プロレスに変わった。はーい。小4からですか、じゃあ。小4です。小4の、僕が小4の時の4月にタイガーマスクがデビューしたんですよ。だから多分ね、初めて見たのはね、あれ多分タッグマッチとかだったんで、5月なんですよ、多分。5月。それまではそうやって飛んだり跳ねたりっていう人はいなかったんですか？いた、ああ、でもあそこまでは。へぇー。それまでもこれからも。タイガーマスク。タイガーマスクとか見ないですか？YouTube とかで見たらもうひっくり返りますよ。え、アニメですか？うんうん。
その初代タイガーマスクで、佐山悟っていうのが中身の。初代はね、あんまり知りません。ああ何だよ、知ってるじゃん。初代はね、知らないんです。何初代はあんまり知らない。初代はあんまり。知らない。坂口誠二さんは。ああ、いやいや、坂口誠二さんは、まあ、さほどだと聞いてますよ。あ、さほど。うん、まあまあ、それはもう、あの、鬼強ですよ。でも、鬼強の中では、ちょっとっていう。わかんないです、井上さんはプロレスラーになりたい時はなかったんですか？いや、一瞬ありましたよ、それ。おぉ、いつですか？いや、その小学校ぐらいの時。おぉ、はあ、でね、それこそさっきもちらっと話した、このヨーヨーね。はい、俺ら、その小学校、あれ何年だろう？中学年かな？大ヨーヨーブームがね。コカ・コーラヨーヨー。コカ・コーラヨーヨーブームが俺ら子供の時にやってきて。はい、あの、要は、あれ、コーラの瓶ですよね。コーラを買ったらなんか、ね、あれ何でしたっけ、なんかもらえるんです。くじかなんかもらえる。なんか、ノベルティみたいな感じで。ヨーヨーもらえるんですか？そう。ヨーヨーもらえて、うん、あのコーラとかスプライトとかのロゴが入った。で、本当にもう、みんなやってるぐらい。うん、あの、筋肉マン消しゴムね、金消し買うのと同じぐらいヨーヨー流行って、で、それで俺はもう親の財布からお金小銭盗んでは、駄菓子屋でコーラ買ってガブガブ飲むんだよ。それですげえ太っちゃって。太るんだ。4年生だよ、そう。プロレス見たと同時期にヨーヨーで、ガンガン太り始めて、うん、4、5、6、3年間本当に肥満児だったんですよ。肥満児元肥満児で、うわ、で、多分自分で、あの、風呂入っても気づくわけ。俺なんか太ってんな、みたいな。本当になんか。コーラすげえ。そう、俺デブってんな、みたいな。で、そこで、まあちょっと無理から自分を正当化するために、俺は長州ファンだって言い張ってる。これ長州だから、みたいな。ファンだから。この感じ、長州だから。リスペクト。そうそう。長州に寄せてるだけだから。増やしてるから。なんで今は太ってないんですか？いつしぼんだんですか？いや、だからね、中1になってね、成長期、はい、で、10センチぐらい伸びるんですよ。はい。なんかあの時に体重が増えなくて10センチ伸びたから。あ、そうそう。自然と長くなった。スマッとしちゃって。あ、そうなんだ。じゃあダイエットとかしなかったんですね。してない。だからすっげえデブのやっぱいるじゃないですか、学校に、うん、その親とかがうちの親に相談しに来て、どうやって痩せられたんですか。ああ、なんかあるぐらい本当、デブがガリになっちゃう。そんなでもね、すごい、あるプロレスラーになりたいのも、もう子供の頃ね、浅はかな考えで、うん、プロレスラーになりたかって漫画家になりたいと思ったこともあるし、おーで、頑張れ元気ってボクシング漫画読めば、ね、ボクサーになりたいなとか、思ったりもあるし。じゃあ、でも本気で、なんか、道場行こうとか。いやー、ないっすね。そんなあるわけないじゃないですか。怠け者なの。怠け者なの。長州さんの心が温かくなるエピソードがあれば教えてください。なるほど。あります、これは。長州、これも結構数年前です。でも髪の毛のインタビューなんでそんな大昔でもないんですけど、うん、それこそ新日本の道場でインタビューさせてもらって、帰り、あ、ここら頭のかわかんないですけど、なんだっけ、マネージャーにもうそろそろ終わりだから、マネージャーちょっと車回してこいみたいな、行かせて、で、山本お前どうすんのこれから。いや、僕はあの事務所に戻りますって。だってもうここから駅まで遠いじゃんみたいな、うん、あ、全然もうそんなバス乗って帰りますんで大丈夫ですっつって、あ、そうなのみたいな、でた、マネージャーさんが車をこう回してきて、山本乗れよみたいな、あ、もう本当自分いいっすからみたいな感じで、その時は渋谷だったのか事務所が、はい、で、どこなの、渋谷ですって、じゃあ渋谷経理行けよみたいな感じで、いやいやいや、いいっすいいっすみたいな感じで言ってたら、俺ら目黒に用事あんだよ、目黒駅、うんうん、だったら目黒駅まで乗っけて、どうせついでだからいいじゃんみたいな、俺と一緒に乗るの嫌なのみたいな感じで、うん、あ、じゃあすいません、ありがとうございますって、まあ、でもちょっとすごい緊張してた方だから、まあ緊張してるんですよ車の中でも、で、うん、目黒で降ろしもあって、すいません本当に、いや全然、だから俺らもここで用事あんだからみたいな、じゃあね山本って、ありがとうございましたって降りたら、まあ、後でマネージャーさんから聞いたら、そっから、また道場の近くに戻ったと。だから家があの辺なんですよね。で、
あれ、翔さん、マネージャー翔さん、これ目黒なんか今日用事ありましたかねって言ったら、いやーとも言わなきゃ山本乗らねえだろって言った。心温めてなるでしょ。うわ、うん、これはちょっと、うん、優しい。好きになってしまいますね、それは。だって一回長州さん会いましたもんね。はい、お会いさせていただきました。で、あの、ピーちゃんがね、はい、あの、こんなこと聞いたら何ですか、ストレートですかって。こんなこと聞いちゃダメでしょって。長州さんの第一声がそれだった。そう、あのマネージャーさんはストレートですか。そんな初対面の人にそんな敬語とはいえ。で、違いますって言ったらすげえキョトンとしてますもん。どういうことだって。してたらあったけあったけ。いや、いいお話だな。滑舌の悪いプロレスラーのインタビューで気をつけてることありますか？だそうです。ああ、いや、気をつけることはあれですよね、あんまり店内音楽が流れるとこはあのテープを起こす人が大変。ああ、うん、そうですよね、うん、あの一回ね、なんか長州さんが着あれなんだっけ、一時流行ったんですか、着ボイスかなんか。あ、はい、ね、あれをどっか、ちょっと知り合いの IT の会社が、長州さんでやりたいと、うん。で、あの、俺はそこ立ち会ってはないんですけど、まあ紹介してあげて、で、その会社の中にスタジオがあるんで、あの、収録できる。はい、で、この、なんか、何こらタコこらみたいな、ね、電話ですよみたいなことを言うんだけど、あの、それ俺どっか地方に出張行ってて、で、なんか、井上さん大変ですみたいな。長州さん今やってんすけどって、うちのスタッフのあいつがみたいな、うん、あの、僕滑舌悪いですけど大丈夫ですかって長州さんが言ったらはいって言っちゃってあいつみたいな、すいませんみたいな。それに質問がございまして、うん、オスプレイ選手がどんなにすごくても佐山タイガー選手の方がインパクトあるのは何ででしょうか。あ、井上さん教えてください。確かに。で、いやいや、まあ、うん、そうっすね。だからやっぱちょっと格闘技の素養というか、うん、もある人なんで、はい、あの、攻撃が理にかなってるじゃないですかね。あの、ちゃんと相手をだから勝つための攻撃じゃないですけど、うんうん、だから華やかさとか跳躍力とか、うん、そういうことよりも、うん、あの、ちゃんと勝利に向かってるという、うん、ことだと思いますよ。多分ね。だそうです。だそうです。すごい、すごい、あっという間にお時間が過ぎてしまいます。井上さんはプロレス関係以外で仲のいい人はいますか？仲のいい人は、俺はあんまり友達いないですからね。大井さんはどうですか？大井さんもまあ仲いいっちゃいいけど、なんで大井さん？大井さんと仲いい、友達のイメージ。そうね、まあ仲いいね。笹団子さんはお友達ですか？まあ友達って言ったらおこがましいですけどね、友達なんでしょうね。だからその仕事以外の話もできるということは。仕事以外の話って二人でどういう話するんですか？いや、だから、あの、まあ、人の悪口含め、悪口、あの、いや、これどう思いますみたいな感じ。でね、最近はね、あの、藤井健太郎いるでしょ、藤井健太郎さんね、はい、TBS の。と、3人のグループラインがあって、うん、それがちょっと面白い。やばい、楽しい、楽しい。なんか、どんな話を。どんな話してるから、いや、だから、あの、これやばくないですかみたいな。まあ、いろんな情報を持ち寄って。おー、そうそうそう。見たいなー、うん。なんか、この、誰々が、今 YouTube で謝罪してますよ。これちょっと見てもらっていいですかみたいな。あ、これやばいですね。やべえ。楽しそうだね。見てー。やってる。見てる。あ、俺なんか藤井健太郎さん好きかな。おお、うん。モンスターアイドルですか今は。モンスターアイドル面白いね。昨日2回目やってたけど。なんかまた一言物申したそうな。あ、いやいやいや、何も言ったれ何も物申したくない。いや、話題だな。どこ行っても聞くんで。あ、そうですか、やっぱそうなんですか。はい、まだ見てないです。笹団子さんもおっしゃられてましたし、
あ、井上さんの人生を変えた音楽アーティストいますか？それはやっぱブルーハーツじゃないですか？いや、ブルーハーツでしょう、それはもう。ブルーハーツを初めて聞いたとき覚えてますか？覚えてます。お、うん、僕はすごく遅くて、大学で。もう大学生。何年生か覚えてないですけど、もうだから二十歳過ぎてるんですよ。大人になってからですよ。うん、で、もちろん知ってんですよ。あの中学の時からね、リンダリンダは見流行ってるし、みんな歌ってるし、学祭ではね、ブルーハーツのコピーバンドとかやってるんですけど、なんかやっぱ自分には関係ないもんだなと思ってたんですけど、うん、あの、大学の時に本当になんか友達が、ファーストアルバム。流れてますか?10 人ぐらい。戻ってこーい。戻ってこーい。どうもどうも。すいません、途切れてしまいました。すいません。すいません。すいません、編集中、ゴリっぽくですか？おこ、はい、おこじゃないです。おこですか？ごめんなさい。ごめんなさい。長々とお話を、質問攻めを受けていただきありがとうございました。ありがとうございました。あの、じゃあ、あの、最後にですね、夏の魔物で会場を揺らしたというエピソードいずれ、最後にお聞かせいただいてもいいですか？いずれ。はい。あの、そうか、やるか。いや、私ら行けなかったんですよ、夏の魔物の2日目。はいはい、あでもこれで、ね、よく残るでしょ。言っちゃうとなんか俺これでちょっと全国回ろうと思ってんだけど。いいの言っちゃっても。いいんですか、いいんですか、まあ、いや逆に。だから言いたくないんだけど。あ、いや、じゃあここだけの話。秘密にするんで。いや、あのね、まあちょっとした小話なんですよ。はい、これはね。要はまあうち、あの子供、息子2人、いまして、はい、まあ、あの、都内に静かに暮らしてますよ。うん、俺たちね。で、あの、幼稚園とか、やっぱ東京だなと思うのが、うん、幼稚園とか入れると、あの、親御さんに、あの、芸能人とか有名人がいたりすることもある。だから、うち上の子が幼稚園入った時は、もうずっと同じクラスだったのが、あの、某お笑いの、もう本当、大御所の方、サマーズの三村さん、ね、あ、三村くんね、お父さん、すげえ、上がるなみたいな感じで、で、まあいるので、あの元 J リーガーの人みたいな、わあみたいな、東京だなみたいな感じで、でその上の子は出てって下の子がまた同じ幼稚園入ったら、あのその代はクラスは違ったんだけど、はい、あのね、もうこう、こん、男、パパね、金髪のロン毛で、もう真っ黒で、タンニングして焼いてて、一日真っ黒で、で、一年中夏でも、もう長袖なのよ。で、なんかちょっとほんと指のあやびた手袋みたいな。革の手袋みたいな。で、クロムハーツみたいな。クロムハーツなんかわかんないけど、まあ、アクセサリーして。はぁってなるみんな。もう、お母さんたちも。何あの人みたいな感じになって、で、あれはちょっとわかんねえな、って。で、このどうやら長袖一年中、夏でも着てるのは、あの、タトゥーだと。あ、ね、あ、そっか、ダメか。タトゥーが入ってんだ。で、あの、なんで目につくかって、やっぱその、朝送りもできて、なんなら迎え ?3 時ぐらいかな、午後。3時ぐらいに迎えも来れる人。うん、何の職業だろう、うん、なるでしょ、はい、ママ友たちの間で、まあ、俺らはあんまり接点ないけど、でも俺もたまにこうね出会いにしてると、あ、いるわあの人、うん、で俺は多分音楽プロデューサーとかそういう感じの職業かなと思って、みたいな。でやっぱママたちも何やってるの、何の人かねみたいな。でそしたらいつしかそのママお母さんたちの間でジギってあだ名をつけられてて、はあ、その人で、ちょっと俺はそのあのちょっと笑っちゃったの。そのあ、またジギいるよみたいな。え、何そんな風に呼んでんのみたいな。で、ちょっとやられたなっていう。ジギ面白いね。ジギやジギいないみたいな。それ悪口だよ。感じで言ってたら、ある日ね、もうそれがしばらくして、うちのかみさんから LINE 来て、俺仕事中夜中、ちょっと今大丈夫？何？ジギーの職業が分かったんだよ、はい、え、何だったのって。ジギーのボーカルだったらしい。ご褒美に。いや、ご褒美。
ってなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。井上編集長、今日は1時間弱お時間いただきまして、はい、なんかお知らせとかありませんか？ありません。ありません。はい、ありませんか？髪の毛をね、毎月よろしくお願いします。あ、こちらにもございます、はい、今月の。今発売中でございます。絶賛発売中。概要欄にツイッターなどが載っているそうです。でも何回か、ね、出ていただきましたもんね。あ、はい、3回ぐらい、3、4、結構出たでしょ。はい、ね、またいつでも準備は整ってます。いつでも、カットンでいけます。こちらはいつでも整ってますね。いや、なんか意外とそういう割には行くと、はい、なんかお前の持って行き方次第だぞみたいな。引き出せようまくみたいな。そんなのやな。いや、俺一回ほんとダメ出しされたの覚えてて。ダメ出しされたじゃん。したんでしょ。今月は忙しかったのかっていう。編集が荒くなかったかっていう。少なかったぞ。笑いどころが。みたいな。俺すげえ覚えてる。そこの、あれですよ。そこのなんか、渋谷のビアホールみたいな。ね、うん、覚えてるでしょ。全然覚えてないし。で、今月はちょっとどうしたんだめちゃくちゃ。調子悪いのかって。いやいやいや。なんだよ、そんな、そんな。それが最後じゃない？なんで。あ、それが最後って。そんなこと言われてまで俺は別にそんなに。それが理由で。いや、そんなことはないけど。いやそれすげえ。で、なんか、で、たまたまほんと黒いサングラスを二人でしてて。まあ、たまたまその時のなんか仕事の終わりか、黒いサングラス二人してて、今月なんかどうした？なんか、まあ、誤字だけじゃなかったからそのまま行けって言ったけど。なんかそんなの、もうちょっと持ってくれていいのに。言われて、俺は何なん？何役だよ、俺は。なんで参謀なんだ、俺は。こちらは、はい、出れるよりは、持って行く。精進して、持っていきますんで、お願いします。よろしくお願いします。ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。髪の毛編集長、井上貴博編集長でした。ありがとうございました。次回のハイパヨ TV は、未定となっておりますので、はい、またいつかお会いいたしましょう。それじゃあ、カメラに向かって、はい、手振っていただきますか、一緒に。じゃあ、さよならさよなら